ルース・クロフォード・シーガールース・クロフォード・シーガーは、アメリカ合衆国の女性作曲家。本名は、ルース・ポーター・クロフォード。オハイオ州イースト、リバプール出身。1920年代に、チャールズ・アイブズの周辺に集まった、ウルトラ・アバンギャルド音楽の作曲家の一人。1920年代初頭に、スクラービンの影響を受け、1930年代には、 新ウィン楽派に感化されたポリフォニックな無調音楽を手がけるとともに、指導者から夫となったチャールズ・シーガーの不協和大法にも影響され、独自の手法を培った。母親にピアノの手ほどきを受けた後、スクラービンの訓導を受けたカナダ人女性ピアニスト、ジャーヌ・ラボワ・エルツに指示、アドルフ・バイディヒとチャールズ・シーガーに作曲を指示、1930年に、 女性作曲家としては初めて、グッケンハイ無償学金を給付され、ベルリンに留学。1932年にシーガーと結婚して、クロフォード・シーガーとなる。大恐慌中に、極左的な政治信念を抱いて、民族音楽学の研究や、ロマックス兄弟らのための民謡の財布にそしむ、傍ら、育児を続けた。長男、ピート、次男、マイケル、 長女ペギー・バーバラもそれぞれ音楽家となり、フォークソングの世界で活躍した。1936年に家族を挙げて、ワシントン DC に移り、米国議会図書館に奉職して、ロマックス兄弟のために、民謡集、我らが、歌の国やワーシンギングカントリー、アメリカ民謡フォークソング USA を編纂。クローフォード・シーガー自身の曲集、 アメリカ同様州アメリカンフォークソングズ・フォー・チルドレンは1948年に刊行された。この時期にはアメリカ民謡リソルティ・ロソルティ・リスルティ・ラソルティを室内オーケストラのために編曲している。1953年メリーランド州シェビチェースにてガンのため救世。その直前に完成された木管を重奏のための組曲スイート・フォー・ウィンド・クインテットでは 原点のモダニズム音楽に立ち返っている。1931年の弦楽四重奏曲、ストリングカルテット1931や合唱曲、二つのリチェルカーレ2リチェルカーレ、カール・サンドバーグ歌曲集などがある。サンドバーグは彼女を民謡の世界に導いた人物でもあった。ありがとうございます。